僕だったら積み重ねじゃないですかね。積み重ねが実った瞬間って本当に楽しいですし、普通に野球につながるトレーニングは全部楽しいです。短い時間でどれだけ意味のある練習というか、一生懸命やることじゃないですかね。真面目に一生懸命やること。失敗したら取り返す、ただそれだけの気持ちでやってるんで、成功するまで挑戦し続けるっていうところは極めていきたいな。メンタル、それが怖いし、ここ信じれるものがあれば、あれで強くなるとは思うんですけどね。